パカ、サヤだよ。パカ、リサだよ。サヤリスチャンネルです。はい、今回はセリアの購入品紹介で無駄遣いしたら即自腹。相手が無駄遣いかどうかを判定して、無駄遣いじゃないと認められた場合、この購入金額が支払われるっていうね、方法になります。無駄遣いと判定された場合は、商品代はもう返ってこないので自腹ということになります。はい、じゃあまずうちの一品目はじゃーん、ハワチーアンティエキティちゃんの2025年のカレンダーです。ほら、こういう感じで、もうこういう感じであるの。可愛くない？で、なんでうちがカレンダーなんか買ったかっていうと、朝起きて何日かわからないので買いました。わからないことある？予定あるのに予定入れちゃったりとか、なんかポカンって最近さ、なんかずっとうちポカンってしちゃってんのよ。なんか意識がないっていうか。でもさ、予定に関してはさ、スマホのカレンダーにさ、もうみんな入れてるわけじゃん。もうなんかできない。これがあれば、可愛いからさ、見ちゃうと思って。なんかスマホのやつでさ、なんか 見れないじゃん。なんか見ようと 思えないっていうか。やば、シンプル。何言ってんの、こういったか。普通にやばい人として。いや、自分なりの解決策を探さないとじゃん。いろいろ考えて、2025年はしっかり日付感覚を持とうと思って。無駄遣いじゃー、まあ、うん、まあ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 。あ、やった。ちょっと50円くらいでもいいかなって思ったね。なんで？今から使えるやつじゃないから、絶対忘れてると思う、これ使う時に。いや、もう絶対そうだと思って50円かなって思っちゃう。去年のを開いとく。なんか去年の10月を開いとく。去年の10月って何言ってんの？あ、違う。じゃあもう1月をめくって、もう飾って待ってきます。ほら、大丈夫、信じて。じゃあさやがキティ紹介してたから、うちもキティで対抗。お、じゃん、キティの歯ブラシ。これセリア行くたびにそうで目つけてて、赤とピンクとこの白の3色あったんだけど、白にした、うんうん、え、うちも赤さカートに入れてた。買わなかったんだね。うん、そうなんや。もう使ってたやつが結構もうボサボサになってて。あ、結構ボサボサになって変わるのは早い方じゃないで。あ、あ、まあまあまあ、結構割と普通や。セリアの歯ブラシとか見てると早いのかなって思っちゃうね。え、ちょ、まあまあ綺麗やで。いや、汚いで。は？血が汚い歯磨きで磨いてるみたいになるやんけ。正解やで。は？違うし、歯だけに。なんかそうやってさ、なんか人のさ、歯磨きさ、バカにするとかさ、入れないで100円。だってひどいやん、そういう手間情報流す。ガチやね、洗面所行ってみんな。え、この間歯磨き変えたのにもうボソボソだよね。は？噛んじゃう。やめたい。この動画やめたい。もうやめた。ちょっと気づいたら噛んじゃってて、うん、ダメだなと思って、うん、もう歯磨きの毛先こうなってんじゃん。それをこうやってさ、歯で噛んでるともっと開いちゃうの、わかる？まあ、噛むのやめろよ。なんか難しい。小学生じゃないんだからお前。歯磨き難しい。底辺すぎるって。なんか底辺すぎるってとか言う人にさ、100円さ入れたくないんだけど。え、これってさ、え、平等な評価じゃないよね。じゃあそんなに言うんだったら感情に任せて100円入れなければいいんじゃないですか。入れない。じゃあもう入れないよ、本当に。うん、うーら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 、マジでさ、本当にうざい。あなた、ほら、どうすんの、どうすんの、ほら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 。リモール、はい、もう本気で入れないです。はい、はい、本気で入れない。じゃあそれで変な審判しないよ。それで後悔したらいいんじゃないですか。公平に審査しないんや、お前。煽ったこと後悔したらいいんじゃないですか。本気で入れません。はい、市場挟んできてるんですけど、やば。お前何なの。は？本気で入れないからね、もう入れないからね。はい、終わりです。はい、やば、こいつやば。だってお前はさ、歯と歯もうさ、やばすぎなんだけど。絶交する。もう絵いないやろ。はい、どうぞ。歯何お前。
はい、じゃあ次の商品はじゃん、大人用ジグゾーパズル300ピース恐竜です。うちは集中力がないくて、だから集中力をつけたら何事にもちゃんとできると思うんだよね。これで集中力をちゃんと鍛えて脳も鍛えようと思います。ちなみにこれはブラキオサウルスです。え、じゃあそれをどこに置くの？え、普通にどこに置くとかじゃなくて普通にやって、うん、楽しむ。え、じゃあ楽しんだ後は何も計画なし？またしたかったらまたやったらいい。え、じゃあその間の保管は？ここに入れてたらいい。え、一回組み立てたらもう崩す入れるの？でもめんどくさい。いや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 、だから何？え、こいつは100円を払うかどうかを考えてるんですけど、重大なんですけど。だから別にどっちでもいいやん。まあそんなサイズなんだったらじゃあ入れないよ。なるよ、さっきみたいに。市場挟んでくんの。お前が言う。特大ブーメランちゃんとこれがどうかちゃんと平行に見て。無駄遣い。だから市場挟んでくんの。違う。市場じゃない、市場じゃない、市場じゃない。市場かと思うやろ、それは。理由は？言ってみ。理由は、まずこれを完成させられるとは思えない。だからそれを頑張ってやることによって集中力、今はこれを全部完成させるほどの集中力はないかもだけど、うん、これによってできるまで鍛えるって話。もうさ、できない可能性のさ言い訳がもうできちゃってるわけじゃん。だからやらないじゃん、そしたら。だからできるものを別に買わないから、これをできるようになるまで頑張るって話をしてる、ま、じゃあもう小1の教科書買いますか？小1の教科書買いますか？うん、買わないよ。ですよね、それできるからですよね。じゃああなた中2の教科書使わないんですか？来年できないと思うからって使わないんですか？違う、これからできるようになるって。違う、教科書はあの授業で使うからって言って絶対使う必要なものだけど、必需品だけど、これは必需品ではないじゃん。だから練習して上手くなるっつってんだろうがよ。お前無理やろ。だからそれをできるようになるっつってんだろうがよ。カレンダーとかだから頑張るっつってんだろうがよ。無理だよ、無理だよ。だからお前には、じゃあもうやってからでいいよ、お前には無理だよとかさ、勝手に決めつけないでさ。で、今からやんだからよ、勝手に決めつけんの。完成したら100円払うわ。完成したら100円払うわ。何それ、意味わかんない。絶対やる気ないやんこれ。だからもうやるっつってんだからさ、市場挟んでこないで。市場挟んでないで。いいっていう風に、今のように私は結構最近くしゃみが出てきて寒いんですね。大きめのカイロ買いました。見て、でかくない？もうこれはもう見たらテンション上がっちゃって、何？テンションめっちゃ下がってるやん。なんか暑いのに嫌いだもん。はい、私の冬生活のためにお願いします。あ、いいや。いや、リサはくしゃみするときになんかうちに飛ばしてくるんだよ。マジで。いやいや、なんか、だからくしゃみの一瞬でその方向管理できないみたいなことを言ってくるんですけど、その意味がわからない。うちはくしゃみするときにくしゃみってやるんですよ。どこにも飛ばさない、くしゃみ。じゃあくしゃみって急に来るからさ、事前準備できないよ。だからその前に、じゃあできないんだったらこれで管理してもらわないと、うん、うちが困る。そうね、被害者が出るから、うん、はい、いきます。じゃん、マジック消しゴム。しょうもな。お前またしょうもないの買ってるやん。これはちょっと見つけた瞬間、したくてしかし落ち着いて、したくてしたくて仕方なくて、うん、それでもう思い切って買ってみた。まず、うん、消しゴムが入ってます。はい、入ってますね。そら、うん。で、種も仕掛けもない箱なんですが、はい。振ると、うん、なんと、はい、はい、ということで入れてください。だってうちにもやらせてじゃん。いや、いいよ、それはいいよ、入れて。できたから入れてください。いや、しょうもないって。入れてください。入れません。だっかい。なんで、理由は？いや、私そもそも成功したら入れると言ってないし。はい、私が買ったのはじゃじゃん、バスボム。
なんだかんだ言って毎回買ってる気がする。マリーちゃんと101匹ワンちゃんのやつとバンビとあとシークレットやって、でうちの狙いはまあ言わずもながらマリーちゃんね。え、いいしょ。あ、じゃあとりあえず入れるわ。とりあえず入れるけど、マリーちゃん以外が出た場合はもう抜き。オッケー。はい、じゃあ次、じゃん。また消しゴム買ってる。あ、これは、うん、まとまるくんとサンリオがコラボしたやつで、うんうんうん、12種類の中から1個誰かが出てくる。え、キティちゃんだ。すごい。すごいやん。スタンダードじゃなくてホログラムが当たった。え、レアなんじゃないこれは。でもこれは学校に持ってこうと思います。はい、入れます。しゃ、学校用品だしね。パンパカピン。はい、マリーちゃんのハンカチ買いました。え、かわいいくない？まあ、リサのハンカチ使ってるとこ見たことないんだよな。この間ハンカチ貸してあげたの忘れたの？まあ、じゃあ入れる。よっしゃ。はい、じゃあ次はじゃん。ね、可愛いんだけど、キティちゃんの、まあ、ケースになってて、ここがワンタッチで開くやつ、うん、今うちの部屋でコットンケースがずっと欲しくて、でこれめっちゃコットンのサイズにぴったりやんと思って買いました。でコットンがさ、もうそのままさ直で入ってんね。うん、それはちょっと汚いね。そう、だからちゃんとこういう感じでケースに入れて女子力上げようと思って。まあ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 、コットンケースは必要だと思います。じゃーん。よっしゃ。はい、じゃあ続いて、パンパカピンパンピン。お絵かき帳ですね。まあ、中はね無地なんですけど、そう、裏面がこんな感じで表面がこんな感じ。え、何に使うの？普通にお絵かきするよ。え、するの？リサは。うん、消しゴムのカスだらけでしょ。そう、だから書いてもう消して書いてみたいな。だけどもうなくなっちゃったんで、可愛いやつに変えようと思って。はい、はい、はい、じゃあ入れます。ウェーイ。はい、次はじゃん、の歯ブラシ、歯間フロスのスタンドです。新しいのに買い替えようと思ったのと、うちはあのフロスも歯ブラシもどっちも使ってるんだけど、これだったら結構場所取らないかなと思って買った。いいでしょう。じゃあ続いて買ったのが、じゃじゃん、お箸。しょうもない。いや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 、最近歯ブラシ箸な。最近うちのこの箸消えるんだけど。消えはないでしょ。なんか数が明らかに減ってるの。だってリサしか使わない。違うの、ガチで数が少なくなってる。いや、リサしか使いません。だから新しく買った。とりあえずちゃんとさ、長いの使えねえ。なんかこうやって近くでこうやってやりたい。だからちゃんと長いので慣れないと、いつか長いのにさ食べる日が来るよ。来てるよもう。割り箸とかは長いの使うけど、ちょっと手前で持ったりとかしてるんだけど、ちょっとダサいやんそれ。はぁ、短いの使うがダサいや。しかもこのピンクのキラキラ超可愛くて。これの長いのあるか買えねえ。うん、まあまあまあ、まあ、箸は長いのを買いなさいっていう意味の100円。それで買ってる。これは無料で買って、マイナス100やん。この100円でちゃんといいの買って、マイナス110円やん。ではじゃん、トイプードル。ちょっと違えた。おーい、名前もわかんないのかお前。違えた。なんだよ名前言ってみろ。プルートの靴下です。靴下ゾーンが結構多くなってたのね、前より、うん、結構前より靴下の量がシリアさん増えておって、プルートより可愛いと思ったから買った。じゃあお願いします。よっしゃ。はい、じゃあ次はパカピン。はい、串買った。普通に使うよ。え、大きくない？そう、でも最近さ、ちょっと串を持ち歩いてるんだけど、細長いやつじゃ後ろの髪って溶かせないの知ってた？そう、だから一緒にもうこうやって溶かせるやつを買いたくて買った。溶かせるんだけど、これじゃやっぱ時間かかるし、結構ねガサガサ入ってる。シュッて、シュッてなんで。使いやすい。でも確かにでしょ、ここがさ結構距離あるから1回でこう、うん、なんていうの、全部の髪いけるっていうか。そう、ほらね。しかも見て。あ、はい、いいです。箸とおそろい。これで一番上がるでしょ。全然大丈夫ですよ。どこがですか。え、まあということで入れてくれるかな。まあ入れる。はい、
です。ありがとう。けどお揃いって言った時点でちょっと入れるか迷ったかな。えそれまだ確定だったけどちょっと揺らいだ。そこでない悩む、うん、はい、次はじゃん、またキティやん。キティちゃんの自転車のキーホルダーで、これはあのなくしちゃう自転車の鍵を、駐輪場行ってから待ってポケットに入ってないんだけどってなって、うん、で教室行ってポケットに入ってないんだけどって言ったら、スカートの中に入ってる方のジャージの方にあったりとか、なんかわかんないの本当に。いや違うやん、もうさ、もう鍵をどこにしまったかわからない時にさ、これをつけてたってわからないでしょ。だからそしたらポンポンポンってあ鳴ってるってなるでしょ。そういうこと。だったらあここやってなるでしょ。ああで友達と一緒に帰る時は友達を待たせちゃうのね。うん、申し訳ないからこれで友達を待たせずに効率よくやりたいと思います。はい、よいしょ。友達がかわいそう。切れ端消しゴムということで、また絵描くやつ、絵描くやつ、切れ端しかないってこと。うん、すご、廃棄予定のやつを使ってるから SDGs ってことですね。もうこれ100円入れなかったら SDGs を否定してるってことになるからね。そんなに。こういうのもあれば、こういうのもあれば、ちょっといろいろあるんですね。SDGs を支援してくれ。はい、よし。SDGs 最強。じゃーん。シャンプーブラシです。これは超可愛くて、ほら見て。で、なんでかっていうと、これ前もなんか似たようなの買ったじゃん。うん。前回。思った。だけどなんかこれをね、なんかパカパカしちゃうの。ここになんか結構泡とかが入っちゃって、カビとか生えちゃうかなとか思ったのと、まだ生えてはいないのね。もう壊したやん、早速。あと、多分ハマってないし、それ。うわ、もうこいつあかんやん。また次のやつ買うやん、どうせ。あとね、見て。柄が可愛い。これが8割理由。うん。いや、9割やろ。いや、普通に入れないでしょ。なんで？もうなんか隙間できてるし、ずれ始めてるしさ。もうカビ入るかもっていう心配するミラー見えるんですけど。うちも風呂用品買った。いいやん。これ。で、今使ってるやつ結構使ってて、結構使い古してるよね。そう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 。で、見た目も似てて、かつ結構触り心地も似てるやつを買ってきた。ワンちゃん同じやつなのかなって思っちゃった。なんか同じじゃない？多分同じだと思うんだよね。うん。はい。シャッ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 。いろいろ。ナイス。じゃん。ミッキーのヘアピン。かわいくない？超かわいい。今のかわいくない？初めて聞いたんだけど。せーの声やんな。逆逆。ほら、うん、つける位置超可愛くてもう買っちゃった、うん、これはもう一番最初にカートに入れたやつで、うん、一番最後に紹介しようと思ってたやつ入れてください。1個今日厳しくない今日まだいやいやいや、まだうち5個しか入ってない。いや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 、もう今もさ机の端にいるけど、これミニ勝手に使って、なんか前目これはママが持ってきたやつ。ママが持ってきてんの？持ってきてないよえ、うちはもうこれ使う。あ、うちや。でも床に落ちてるやつ拾ってあげたりとかはあるかもしれない。あ、もう入れません。なんでもうさ、この2つリサのなんだけど勝手に使われてるってことだよね。だってリサも使うでしょ、ミッキーのやつ。使わない？使ってるやん、結構うちが買ったやつ。しかもうちのだし、勝手に人のものを使っていい理由にはならないよね。だって今関係ないでしょ。今これが無駄遣いか無駄遣いじゃないかの話してんのに違うじゃん。勝手にはその最後を改めて自分のものを大切にしてから買えようっつってんだよ。分かってんのかお前なんでうち怒られてんの今。前の態度が悪いからだよ。はぁ、うっざ。いいよ、別にじゃあいらなくていいよ、もう。うん、すれば。はあ、だ。じゃあ最後いっちゃんしょうもないやつ買いました給水コースター何恥ずかしい。なんで照れてんの。これはこの間ばあばんち行ったんだけど、
その時にコースターすげえと思って買ったの。そのコップの水滴が結構垂れちゃって、そう、その時にコースターを使ったんだけどすごいと思って、うちも使いたくなっちゃって、その水が垂れることなんてないよね、うちの食器ほとんど。だけど使いたい。何こいつ。しかもこいつ、うちのハッピードリンクライフのためにお願いします。はい、なんでだ。だってなんで？だって普段飲んでて水あんまこぼすことないのに給水コースターか意味が分かんない。普通のコースターでいいやん。いやいやいや、コースターを使いたくてコースター買ったんだから普通のコースターは使うよ。あのセリアに悪いけどちょっとデザインが悪かった。で一番シンプルでしかもなお給水のコースター。じゃあそうやったのってよ。あ、うん、よっしゃ。だってあんま水うち垂れることねえけど、でも分かりましたっつったら、なんか無駄なお金みたいなのやってるやん。はい、ということで結果発表。はい、うちは1000円中600円入れてもらいました。うちは900円入れてもらいました。脳みそのレベル低下したなって感じたもん。だってさ、結構重要なものばっかだったじゃん。いや、パズルとかマジで意味わからんやん。大変になるよ今の。集中力上げるつってんだろうよ。上がるわけにあんなもんで。やってみないとわかんないから上げ上げる。じゃあパズルするくらいだったら勉強しろよ、集中力上げるために。じゃあ中2の教科書は変わらないんですか。ムカつく。ちょっとマジでこれどっちの意見が合ってると思うか、コメント欄に書いてほしい。そうやってすぐさ、ほら、しおさん味方につけようとする。自分の悪いところを認めた方がいいよ。ママはどっちだと思う？言ってること正しい。なんかカゴにジグソーパズル入ってんの見てるから頭おかしくなったけど。しかも恐竜とかで。だからおかしくないっつってんだろうよ。まあ順調に組み立ててたとしても絶対最後の 2,3 ピースないってなるから。あっさ、みんなわかるわ。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。ボタン、ボタン。